作りたい。かっこいいね、みこしは。かっこいい、かっこいい。世界はこれだけ、とにむすびかい。まあまあ、もうちょっとね。ああ、とにむすびかい。そして2番、あ、2番組。かそぎでは何人、いっぱいいる、そんなに。かそぎではそんないっぱいいない。いっぱいいない。うん、でもこのみこちもいるね。これかさりを今日も出す。これはね、今日午前中出た。ああ、出たね。ああ、よかったね。おいしいこと。明日の1時くらいに。出した、さんちゃん、みやみこち出る、やばいね。今日もいっぱい今。行ってきた。行った？ああ、私、ちょうど行ってない。行きたかったけども、ちょうど。明日休み行きます。一の宮、二の宮、まあ、どちら見るかどうかわからない。今日もどこ、ちょっと見ようかなと思う。でもあれも休むね。あ、休むね、本当はね。これも屋根に、この六、なんというこの門、六葉なんだっけ、わかる？梅橋。あ、梅橋か。あ、六葉なんとか違うね。違う。違う。でもちょっと似てるね、気がする。あれは玉が六つなの。これは梅の形。ああ、そう。では鳥越神社も六葉、六葉になってる、あと真ん中。似てる、でも確かに違うね。あ、綺麗ね、これ細かくちゃんとやってるね。でこれがともえ、三つともえっていう。三つともえ、そうそう。これは富士返しともえ。まあ富士返しにあるともえ、富士返しともえと、うん。これも詳しいね。でも基本的にこれよく神社どこでも。そう、大体これ。左、うん、右もあるけど。ある。でも一応これはまあ基本的に神道のいろんな神社みんな育ってる。これは菅原道真。これあんまりこんなでかいこういう結構目立つかっこいいね、結構ちゃんとやってるね。これもかっこいい、まっすぐ、はっすぐねのこの前も一個行き見た、どこだけどこだけやったの、あ、覚えてない覚えてない。でもまあこういうデザイン、まあ有名なみこしといえばあそこのする富ヶ丘八幡宮のご本茶みこしは初盛り、結構、大みこし知ってるね。大みこし、あ、これか、これが2つ目。知ってるね、富ヶ丘知ってるでしょ。私去年見、私見た。でも何期やろね、この前も見た。どこだ、ガラス盛り知ってるでしょ。これも初船かもしれない。ガラス盛り知ってる。あそこの新橋、ゴールデンウィーク2年1回出るみこし。まだ行ったことないけど。でガラス盛りという神社のご本社、結構戦艦みこしで、わらびてふすはすばめでしょ、うん、ガラス盛りわいはガラス、結構珍しい、初船の屋根もなってる。来週はあの花園神社行かない。ああ、そうそう。の、来週は、結構重なってるでしょ、湯島天神でしょ、うん、あと御用天神、御用天神社も上の2年1回、大みこちも出るし、ご存知ですか、上野の御用天神社もう出るですね。でも宮崎橋ですから、腰足頑張れば、ちょっとあそこでちょっと見て、あと腰花園を見て、本社みこしも出る。あと湯島天神場合は宮入り午後ですから、多分宮入り一番迫力あるので、もう予定作れば3つとも見れる。でも私一応御用天見ようかなと思って。花園神社の来殿みこしって、これが義母子なの。ああ、ここに義母子。ああ、今日。義母子大体ここでしょ。うん。ここも義母子。義母子は珍しいね。見た、義母子。ここの、浅草の1、2、3の宮あるでしょ。1の宮は、屋根の上。2、3は義母子。なんだろうね。わかるかな。でも見たことあるでしょ。うん、あるある。1の宮だけ、ほ。他は私思うのは、一宮は、神様は分かるでしょ、うん、恥の松内を長友という、中友、長友。
中友で、あと兄さんは、日の駒、竹成、浜成様で、義母地になってる。可能性がある、わからない。私の放送、予想して。密度も法乗ったらかっこいいかなと思って。みこちは最高。でも俺みこちかっこいいね。とか、あ、みんな同じ職人、匠。福岡の福岡、福岡、いごしは福岡の同じ、全部同じ。同じや。あれは天神様の本社みこし見た。あ、見てない。どこ？ここ降りて。長い。お、私の休憩中、今だから時間。近い。すぐすぐ。歩いて何分？5分で5分ぐらい。今道開いてある？開いてる。ああ、行きます行きます。あ、知らなかった。